いけてる？いけてる？あ、いけてる。いけてる？うん。こんばんは。ごめん、ちょっと遅れました。ごめんなさい。5分ぐらい遅れたね。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめん、ちょっと忙しくて。こんばんは。こんばんは。ちょっとね、あ、これぐらいがいいんじゃない？こんばんは。こんばんはです。そう、こんばんは。こんばんはです。そう、今日割と1時間ず、1日ずっと。こんばんは。痛い痛い痛い、髪の毛が。これ10時までできるかわかんない、どうしよう。こんばんは。これね、明るくしたら逆にさっきの顔が見えないんですよね。こんばんは。こんばんはです。皆さんごめんね、ちょっと遅れちゃって。車の中です。寒い、めっちゃ寒くない？こんばんは。大丈夫？これ聞こえてる？もしかして音楽音楽聞こえてるかな？聞こえてない。こんばんは。少し聞こえてる。マジか。まあ大丈夫。明日いろんなメンバーに会えるのが楽しみ。共に過ごした日々。この前の熱血テレビで見て気になったから見に来ました。ありがとうございます。すごい頭のおかしい発言ばっかりしたんですけど、あ、見える見える僕だ今ち、あ、そうだ岡山すごい雨。確かに岡山やばい。熱血テレビ、熱血テレビも出ましたね、こっこと今晩はシートが高級すぎ。そんなことないよ。落ち雨降りよらんよ。嘘。今街中の方に来てるんですよ。いろいろあって街中の方に来てて、今日そう香川県に行ってきたんですよね。香川県のなんてとこだったかな。香川県に今日行ってきたんですよ。ちょっといろいろあって、お仕事とかそういうのじゃなくてプライベートで行ってきたんですけど、楽しかった。マリンライナーでね、香川県行ってきた。これ美味しい。
そう、丸亀町行ってきた。メール見たでしょ。うどん食べた？うどんじゃなくて、あのうどんじゃなくてね、あれ食べました。一角のね、やつ食べました。袖かわいい、ありがとう。モコモコなの。にーモバメに帰ってきた気がする。ちゃんと読んでよ。メバルじゃねえ、間違った。モバメちゃんと撮ってるんだから読んでくださいよ。あ、忘れとった服。うん、ラムネです。ひな鳥かな。ひな鳥です。もちろん親はちょっとね、硬くて食べれないんでね。骨付きで食べたの。そう、骨付きでしっかりかじり倒しましたね。誰か来た。ママだよ。モバメとメバルを間違えた。うんそうだよ。そう、今日行ってきたんですよ、香川県。そう、福田と空花ちゃんの県に行って、ひなちゃんを食べてきました。ちゃんとシートベルト。一般道を通るルートです。実際の交通規制に従って。これ大丈夫？なあ。大丈夫。住所言わんよね。ほんまに。言わんよね。もう。じゃあ大丈夫か。岡山も雨です。岡山も雨です。この先ちょっと。一時停止があります。大丈夫？やばいな、計画性なさすぎやろ。親子して大丈夫？本当にもう外が見えるからコンセント消しここが見えるんよ。あ、パパあれについていけばいいんじゃん。そうよ、切ってナビ切って。ちょっと待って、あれについて行けばナビ喋らんから。ちょっと待って、できるんかな。およそ4。ああ、なんかもう喋る。大丈夫？今目の前にね、パパがいるんですよ。そうや、よかった、タイミングよ、良きすぎん。よかったよかった。消去消去。そうし、相愛は奇跡に近いのかもしれない。すごい奇跡、パパが目の前にいるんだ。パパがいる、前にいるから、よき。やば、このタイミングでペダルがかかってる。家までの道わからんの。違う、これからご飯食べに行くんですよ。クリちゃんはね、前のパパの車の中に多分乗ってると思う。いるよね、クリちゃんは。あー待って、背景が映る。しっかり隠さんといかん。なんで映る？今、名前で言うとジグザグが映った。名前からジグザグ、ジグザグが映った。でも大丈夫、そこジグザグなんて岡山県に何個もあるから大丈夫。こっちだけ隠せばいいのか。いや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 、すごい配信見えてない。本当ジグザグが見えた。小さめの子ね。呼吸は湖、星が輝いて、明日のその道を照らすよ、次は。某ドラッグストア、そうそう。あ、さきがこうすればいいんか。そうか。ね、ちょっと充電器。届かん？短い。いいよ。こんばんはです。
あ、これやと映らんのんじゃない。ダメ。あ、ぐるぐるする。今はどこにいるの？車の中です。ちゃんとシートベルトもしてますから。うん、書いとこ。シートベルト。だー。こんばんは。さっき何食べるの？なんだと思う。何食べるの？パパどこ？あ、いるんか、あっこ。シートベルトはちゃんとしてますよ。あ、そう、今日七並べめっちゃいろんな人とね、当たって楽しかったです。七並べ10時以降もする予定なのでね、ぜひ当たりましょう。焼肉かな？反対。バーベキュー？こんな雨の中？雨の中バーベキュー洗剤？タチウオ15本釣ってきました。だってすごい、すごい。瀬戸橋の下で釣っとった。瀬戸橋のあっち側で釣っとる人見た。うん、今日なんか船がね、いっぱい瀬戸大橋に浮かんどったよ。瀬戸大橋には浮かばない。瀬戸大橋じゃなくて、海の中から浮かんどった。海の中からも浮かばない。あ、海の中で浮かんどって、海の中で、海の外、海に浮かんど、海に浮かんどったんよ。もうな、さっきも釣りが早くしたいなと思いながら、まあ今岡山県絶賛雨なんですけど。あー背景がいや、どの角度も背景映るっちゃ映るね。まあ、いっか。七並べ STU48 の七並べのノーウェメンノーウェマンがかかりよる。日本語って難しい。確かに。それな、大変ありがとうございました。こちらこそ。今日めっちゃほんまにいろんな人とやってるんよね。わーい、おーわーい。何気ない言葉に何度も何度も傷ついて、でもその度に僕は強く。昼七のライブありがとう。こちらこそ。全然当たりません。え、でもさっき結構どこのタイミングでやってるって言われたら、ボーナスタイムの時にほぼやってます。なんでね、ボーナスタイム狙ってくれたらね、当たりやすいですよ。助けたくない、何を信じればいいんだ、暗い暗い闇の中。もう今日香川県に行ってきましたよ。うん、四国行った。歌唱力配信してて酔わないの。うん、さっきあんまり乗り物酔いとかはしない方なんですよ。え、だだだだだ、急な急ブレーキはやめよう。今ね、人が、あー、それは人いう先生だな。待って待って、パパ早いね、行くの。香川のどこ行ったの？なんて言えばいいんやろ、あこ。高松。パパー、パパめっちゃ先に行っちゃった。ん？あ、覚えといてね。ちゃんとうどん食べた？うどんじゃなくて一角に行きました。ひなちゃん食べました。ひなちゃん。ひな鳥食べましたね。美味しかったよ。初めての一角。夢タウンは行ってないの？行ってない。なんだっけ、この建物。なんか商店街。あ、商店街。そう、高松はあのあれですね、香川県メンバーと岡山県メンバーがほとんどイベントしてるとこですよね。一角っていうお店屋さんですね。なんか
美味しい鳥屋さんみたいなのがあるんですよ。始まる始まる。こうやればいいんだ。頭いい先。あお！危ねえ、釣りやった。丸亀町、あ、そう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 、丸亀町の商店街だよね。そう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 。そこに行きましたね。あ、今のライトいいよ。今のあの子の上のライトめっちゃ良かった。当たりが。きっと面白い。どうしよう、パパ映ったら。あ、あ、ここめっちゃいい。ここめっちゃ、ここ止めよ。あ、暗くなる。何を見てるんだ、ない。ひなちゃん食べましたね、今日。ゆうけー、マイナー。え、どうする、もう根拠なんていらない、思い込み仲間は。どこ、お店どこなの。どうしよう、どうすればいい。10時になったら迎え来てよ、じゃあ。クリちゃんは、あー、クリちゃん、うん、じゃあどうする。はい、じゃあそろそろ壇上読みますね。短くてごめんね。壇上読みます。13位ヒデヒデさん、11位バンジャラモンスターさん、9位部長さん、7位スーさん、5位トトさん、ありがとう、ありがとうございます。12位ピンクパンサーさん、10位キューちゃん、8位エンドさん、6位ノディさん、4位スウェンさん、ありがとうございます。3位がトーイさん、2位がキムさん、1位が大地さんでした。ありがとう。めっちゃ短い配信だったけど見てくれてありがとうございました。スペシャルギフトもありがとう。バイバーイ。じゃあね、この辺で今日は終わりたいと思います。あとメール5通送るのでぜひ見てください。ってことで、じゃあ今日は一日お疲れ様です。早く寝て、また明日から頑張りましょう。え、終わり、そう、終わり、ごめんなさい。じゃあこの辺で、せーの、バイちゃー、ありがとう。また明日からもう配信するね。バイバーイ。